委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長木原実君。ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。本案は最近における離島の社会経済情勢に鑑み、離島振興施策の一層の充実強化を図るため所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、第一に目的規定を置いて離島が担っている重要な役割として、多様な再生可能エネルギーの活用等を追加するとともに、離島振興施策の実施等にあたり、離島と継続的な関係を有する島外の人材も活用しつつ行うべきことを明記すること、第二に都道府県の責務を新設し、都道府県が離島の振興のための施策の策定および実施に努めること等を党とすること、第三に離島振興計画の記載事項の充実とともに、離島振興対策実施地域における医療、介護サービス、交通、情報通信、産業、教育、エネルギー等の分野における施策の充実を図ること、第四に離島振興法の有効期限を令和15年3月31日まで10年間延長することなどであります。本案は昨9日の国土交通委員会において内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。なお離島の振興に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。何卒速やかにご可決くださいますようお願い申し上げます。採決いたします。本案を可決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は可決いたしました。議長、佐々木はじめ君。残余の日程は延期し、本日はこれにて散会されることを望みます。佐々木はじめ君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決まりました。本日はこれにて散会いたします。